回線からおかけの電話で安藤外観番屋サービスコードを確認できませんでした。もう一度説明にしたい。午前6時15分現在の関越道外観圏央道情報をお知らせします。はじめに外観内回りの情報です。6号三郷線小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで8キロほど交通集中により渋滞しています。続いて外回りの情報です。戸田西インター付近を先頭に2キロほど、また草加インターを先頭に3キロほど、また6号三郷線小菅ジャンクションを先頭に9キロほどそれぞれ渋滞しています。引き続き関越道上り線の情報です。練馬インターを先頭に1キロほど交通集中により渋滞しています。引き続き北関東道東行きの情報です。前橋南インターを先頭に、また橋へパーキングエリア付近を先頭に2キロほどそれぞれ渋滞しています。ETC カードの有効期限が3月末のものが多数あります。有効期限切れのカードをご利用された場合は ETC レーンのバーが開きません。走行前に必ずカードの有効期限を確認してください。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。